おはようございます。さて、皆さんはこんな経験はないでしょうか？新しいことに挑戦したいけど失敗が怖くて一歩踏み出せないなということとか、周りの人がいろんなことに挑戦しているのを見て、あ、すごいなと、自分もやりたいなと、そう思いつつも自分にはできないかもしれないというふうにこう諦めてしまうとか、一歩踏み出せない、そんな状態になってしまうとか、そんなことないでしょうか？というのもですね、ちょうどこの収録している前日にですね、なんかいろんなルーツを持つコーチたち、まあ、いろんなスタイルのコーチたちと飲んだんですよね。で、4、5時間ぐらい飲んでこう語り合っていたんですけど、まあ、その主な内容というのが、今どんな挑戦をしているかとか、で、最近どんな成長をしたかみたいな、そんな話をずっとしていたんですよね。まあ、いかにもコーチらしい話だなという感じがするんですが、まあ、そんな影響もありまして、今回はその挑戦とか成長にまつわる話をしていきたいと思っています。で、その結論として出てきた話というのが、その話というのは、そのコーチたちと話している中で出てきた結論というのが、成長の特効薬って何かというと、やっぱり挑戦をたくさんして失敗することだよねという、まあ、そういう結論に至ったんですよね。で、これって私自身もこう日頃から考えてきたことではあったんですけど、なんかみんなで話していくうちに、やっぱこれ大事だよなという、まあそういう共通認識を持てたし、なんか最後、こうみんながこうどんなことに挑戦していくかみたいなことをこう語り合いながら、その回を終えたんですけど、なんかすごく楽しい時間だったんですよね。もしかしたらわかる人はわかるかもしれないんですけど、そのお酒を飲んでたくさん喋りすぎたせいで、ちょっと声が枯れているんですけど、まあそれぐらい楽しい回だったということです。ですから、なんかその楽しさというか、そういう学びをここで共有財産にしていきたいなということで、今回はその成長の特効薬、その結論は挑戦をすること、まあそんな話をしていければと思います。ですから今回のポッドキャストを聞き終わった後に、こう皆さんが聞いてくださって、あ、なんか新しいことに挑戦してみたいなとか、なんか周りの挑戦をなんか応援してみたいなとか、なんかそんな気持ちになれたらいいなとか、そんな気持ちが生まれるような内容をお届けできたらなと思っております。なので、おすすめな方はですね、まあ、コーチングをやっている方とか学んでいる方はもちろん、新しい挑戦をしたいけどちょっと及び腰になっているなという方とか、やりたいことをたくさん持っている方とか、あとはこう人が挑戦することを見聞きすること、それを応援することが好きなんだよねと、まあ、そういう方にもおすすめの内容になっております。ですから、挑戦にまつわるあれこれを考えたいという方は、今回のトピックについて一緒に考えていきましょう。パーソナリティはコーチング付けの日々を送る大阪屋です。それでは早速本題に入っていきたいと思います。で、トピックは大きく3つですね。1つ目が挑戦することの価値、2つ目が失敗との向き合い方、で、3つ目が挑戦の後に必ず必要なこと、この3本立てというか、こう3つのトピックでお届けしていきます。まず1つ目、挑戦することの価値について。まず皆さんに質問なんですが、最近何か挑戦したことってありますか？これは大きなことでも、些細なことでも、どんなことでも OK です。例えば、なんか普段作らない料理にチャレンジしたとか、新しい趣味を始めたとか、あとはこう YouTube を普段見ているけど、こういつもと違うジャンルの動画を見てみたとか、これも十分チャレンジですよね。あとなんか仕事で新しいことに挑戦したとか、なんか挑戦を画策しているとか、そんなことも挑戦に含まれるかなと思います。で、挑戦すると、まあ、結果がどうであろうと必ず成長はしますよね。例えば料理作るときに塩入れすぎちゃった、失敗したってなったとしても、今度からは気をつけようと、塩の加減は小さじ2杯じゃなくて小さじ1杯にしようとか、そういう工夫ができますもんね。ですから、挑戦すると必ず成長はできると。少し大きいスケールの話になると、例えばこう NASA が月を目指したからこそ、いろんな技術が発展していきましたよね。こうロケット作りとか、スペースシャトルとか、あとそういうこう技術を備えた人たちが育つとか、あとそもそも宇宙飛行士という職業が生まれたことも一つですよね。で、そこを目指そうとすると必ず何かの技術習得とか勉強とかをすることになりますよね。そうやって考えると、挑戦と成長って紐づいていますよね。
個人的な話をすると、このポッドキャストも挑戦だったんですよね。一番最初にこのポッドキャストを始めるときってやっぱ不安だったんですよね。なんかうまく話せるかなとか、なんか価値ある内容を届けられるのかなとか、そもそも続けていけるのかなとか、そんないろんな不安があって、最初は本当にやるかどうか、思いついたものは今の本当に迷っていましたね。ただコーチングの仕事を始めてから、そういうこう活動を始めてから、このコーチング的な会話が日本中に広まったとしたら、本当に素晴らしい社会になりそうだなということを感じ始めて、そこからこのコーチングをコミュニケーションインフラにしていきたいという、そういうビジョンが芽生えちゃったんですよね。で、芽生えちゃったとしたら、それをやるためには何かやった方がいいという気持ちもやっぱり生まれたので、話がうまいかどうかに関わらず、自分がこう経験とか知識を語ることによって、そのコーチングのコミュニケーションインフラ化には、つながりはするだろうなと、そういう淡い期待を持って、このポッドキャスト、コーチングラジオを配信し始めました。ですからその本当に淡い期待ぐらいだったので、誰かの役に立ったらいいなぁという薄い気持ちで始めたというのが一歩目でした。で、実際やってみてどうだったかというと、やっぱ最初の頃を振り返ると、やっぱり全然ダメダメだったんですよね、今思えば。なんか声が変に上ずっていたり、逆にテンションがすごく低かったり、なんか音質も全然良くなかったりとか、なんか編集作業をするときに自分の声を聞くのがもう苦痛で苦痛でしょうがなかったんですよね。そればかりか、その収録もやっぱ大変で、まずその10分の音声を撮るのにもう1時間とか2時間ぐらいかかっていたんですよね。完璧じゃなくてもいいからと思って始めたものの、なんかちゃんと喋りたいみたいな、その完璧主義的なスイッチが入っちゃって、なかなかうまくいかなかったんですよね。で、それってなんかやっぱりこう自分のこう、得意不得意とかそういう領域も入ってくるかもしれないんですけど、会社員時代を振り返ると、やっぱりこう、話すということに対して、プレゼンテーションに近い、そういう話に対して、やっぱ抵抗感が結構あったんですよね。やっぱミーティングのファシリとかプレゼンテーションとかを頼まれると、もう手が震えるほど緊張していたみたいな、なんかそういう経験もあったので、でそれに比べたらポッドキャストはかなりカジュアルな方だとは思うんですけど、やっぱりハードルが高いっちゃ高い感じはしていましたね。ですからなんか最初の頃は全体的にそんなにモチベーション高くやっていなかったような気はします。唯一のやりたいとかモチベーションにつながっていたところで言うと、そのコーチングのコミュニケーションインフラ化につなげていきたいという、そういう思いと、自分の中にある知見を誰かに伝えたいというもうシンプルな思い、これ自体は確かにありました。やっぱり普段聞く仕事をしているので、なんか自分の中にあるものを出していきたいっていう、なんかそういう反動みたいなものがこう多少あったような気がします。で、ここまでが本当にこう最初の頃の感想というか状態でして、なんか主にこうネガティブっぽいことを挙げちゃったんですけど、プラスなこともたくさんありました。大きく言うと3つですかね。1つ目が自分の発信に対する自信をより育むことができました。で、最初の頃はやっぱり誰からも何の反応もなくて、心が折れかけて、配信頻度もこうかなりまばらだったんですよね。今そのポッドキャストの配信記録みたいのを見るとやっぱぐちゃぐちゃなんですよね。こう2ヶ月ぐらい空いてる時期もありますし、だから今みたいに固定でやっていなかったんですよね。で、いいやぐらいでやってたんですけど、だから徐々にこうリスナーの方からこう参考になりましたとか、勇気をもらいました、刺激になりましたとか、なんかそういうメッセージをいただけるようになって、自分の考えてることとか、なんかそういうことがそもそも役に立つんだとか、なんか今振り返ってみると、なんかよくあんな構成で話をこうしていたなとか思うんですけど、なんかそういう拙い話し方であったとしても、ちゃんと受け取ってもらえる人には受け取ってもらえるんだなって、やや甘えもありますけど、このぐらいの感じでもいいんだなと思えたのは、なんかすごく自信になりましたね。で、二つ目のこう利点というか、発信してよかったことで言うと、仲間たちとのつながりですね。仲間というか、こう、同志に近いですかね。これはまず前提となる話からいきたいんですが、
会社員の時代ってやっぱり毎日同じ人と会って交流できていたんですよね。なのでこう誰かとつながっているっていう、こう実感というのは常に感じられていたと。ただ独立直後とかは特に毎日誰かと会うなんてことはないと。なのでこう社会とのつながりを希薄に感じられていた時期がありましたね。まあ簡単に言うと寂しかったみたいなのもあったんですよね。でなんかいろんな人に会っていた時期もあったし、なんか本当に会っていた人の総量で言うと今よりも全然独立直後の方が多かったんですけど、なんか同じような思考性の人と会っていたわけではなくて、本当にこういろんな人と会っていたので、なんかこう逆に会えば会うほど孤独感が生まれやすいというか、なんかそういう時期もありましたね。でもちろんその人たちの中でなんか素敵な人たちもいて、社会とのつながりとか、こう同じ方向性を見ている人、こう同志のような人とのつながりみたいなのもこう生まれていきました。でそんな中でこのポッドキャストを配信していくと、まあ、いくことでなんかより密度の高い人とつながれるようになったなという実感はあります。なんか SNS いろいろやってるんですけど、その例えばインスタグラムとか、まあ、X とかそういった SNS とかだとやっぱ文章とか写真が中心になってくると、そうするとなんか伝えたいことの本当何割かぐらいしか伝えられないんですよね。まあそれをこうたくさん発信すればこうね、その自分のメッセージみたいなのは伝わると思うんですけど、まあ、情報量が一定限られていると。一方でこのポッドキャスト、コーチングラジオとか、あと動画コンテンツとかそういったものに関しては自分の大事にしていることが全部語れるわけですよね。もちろんその分その聞く側の人も何を聞くかっていう、まあ、その選択をする際の判断基準というのはかなりシビアになってくるとは思うんですけど、やっぱり語ってる内容の密度を上げることができるかなと思うので、まあ、そういう点に関してはなんか理解してとか理解し合えるという点ではなんかすごく利点の多いプラットフォームだなというふうには感じていますね。まとめると、同じ方向性を向いているであろう人たちとつながりやすくなったというところが利点ですね。でそのつながりというのはリアルで会うことはもちろんなんですけど、まあ、その SNS 上でのやり取りとか、まあ、お便りを通じてのやり取りとか、まあ、そういうところで実感できています。でこのつながりってデータで見てみると本当日本だけではないんですよね。例えばなんか上位から見ていくと、アメリカ、ニュージーランド、ドイツ、オーストラリア、台湾、デンマーク、まあ、こういった国々からこのコーチングラジオを聞いてくださっているんですよね。でそして時にメッセージも送ってくださると。そうやって考えると本当にこういろんな人とつながれているなという実感があるということは、本当に挑戦してよかったなというふうに思います。で3つ目の利点としては、コーチング業界の発展に寄与できているという点です。これが何かというと、このコーチングラジオで話したことを実際のコミュニケーションで使ってくださっているという話をちょくちょく聞くんですね。で、使った上で以前よりも家族とのコミュニケーションが、関係性が良くなりましたとか、なんか部下のマネージメントに困っていたんですけどすごく役に立ちましたとか、あと経営者さんとかで、まあ、そのコーチングの考え方を取り入れたことで、まあ、いわゆるこうセルフコーチング的に取り入れたことによって以前よりもこう事業がよりうまくいくようになりましたとか、まあ、そんなコメントをいただけることが多くなりました。で、こういうコメントをくださっているのは必ずしもコーチだけではないんですよね。まあ、会社の管理職とか、先ほど挙げたこう経営者さんとか、あと人事の方とか、まあ、いろんな人が聞いて実践してくださっているようなんですね。だからそうやって考えるとコーチングに触れる人の総量を増やす一助になっているのだろうなというところで考えると、コーチング業界の発展に寄与できているのではなかろうかというふうに感じています。ですからこう挑戦して得られたこととしては3つあって、自分の自信につながった、発信に対する自信ですねにつながった、そして仲間たちとのつながりが増えた、で3つ目がコーチング業界の発展に寄与できている、こんなプラスの側面があったかなと思います。で挑戦の価値について話を戻すと、挑戦する最大の価値というのは過去の延長線上にない何かが生まれるということなんですよね。
それは定量的に測れる結果や実績だけではなくて、個人的な成長変化みたいなものも含まれるし、むしろそっちの方が大事かなと思います。それは何でかというと、成果実績というのは一時的なものになりますよね。もちろんその記録として残すという意味では半永久的に残るものではあるんですけど、自分の中に残るものとしては一旦一時的なものですよね。成長とか変化といったものは自分の中に残り続けますよね。まあ、例えばスピーチの大会に出てなんか優勝するといった成果というのは一時的なものですよね。その日に発表されてやったねという、そういう成果になりますよね。ただそこに向けて磨かれてきたその対話力とかそのスピーチ力、そういったものは自分の中に残り続けると、もうちょっと身近な例で言うと、自転車に一回乗れるようになったらずっと乗り続けられますよね。だからそういう意味合いに近いかなと思います。ここでなんかもう一つ、これに関係する、この挑戦の価値に関係する研究調査も紹介したいんですが、これはチクセントミハイという、結構有名な方ですけどね、この人のフロー理論の中に書かれている内容が、今回の挑戦に関係しているかなと思うので紹介させていただきます。このフロー理論の中に適度な挑戦がそのフロー状態、だから没入した状態みたいなものを生み出すと、でそれが人の幸福感とか成長に直結するんだよということが書かれているんですね。でこのフロー理論というのは教育の場にも応用されていまして、その学習者のスキルレベルに適した挑戦を提供することで学習効果をより高められるという、そういう結果も出ているそうなんですね。ですからまとめると、程よい挑戦というのは成長や幸福感につながるということです。ですから一つ目のトピックである挑戦することの価値をまとめると、チクセントミハイのフロー理論も踏まえて話すと、挑戦することはたとえ失敗したとしても我々に成長と幸福感をもたらすということにつながっていきます。でここからはセクションの2つ目の失敗との向き合い方について話していきたいと思います。ここまで挑戦することってなんか大事そうだよねみたいな話をしてきたんですが、とはいえ挑戦するにしても気がかりなことってありますよね。それ何かっていうと、やっぱ失敗すること怖いですよね。これがやっぱ挑戦を阻む最大の敵だと思うんですよね。敵というかなんというかなんですけど、やっぱり挑戦には失敗がとか失敗と恐怖がつきものですもんね。失敗したら恥ずかしいなとか、失敗したら周りの人に迷惑かけるんじゃないかなとか、ないんですけど、失敗したら自分の価値が下がるんじゃないかなみたいな、なんかそういう思い込みが生まれたりとかして、なんか新しい挑戦に踏み出す一歩をこう阻害しちゃうみたいなことってあると思うんですよね。私は少なくともたくさんあるんですけど、皆さんはいかがでしょうか。こんな感じで失敗ってやっぱり怖いんですよね。あとなんかこう周りの人からとか、書籍を読んでも、失敗を恐れるな、恐れずにチャレンジしろみたいな、なんかそういう格言というかアドバイスを見聞きした方は少なくないんじゃないかなと思います。でも実はそのあえて違うことを言っちゃうんですけど、失敗への恐怖って大事なんですよね。むしろその恐れがないとしたら挑戦していないとも言えますよね。例えば全く失敗を恐れていないとしたら、それが何を意味するかというと、おそらくその人は本当の意味での挑戦をしていないかもしれないですよね。あるいは挑戦を楽観的に捉えすぎている可能性もありますよね。で、本気で向き合ってるからこそ、本当の意味で挑戦になっているからこそ、やっぱ不安とか恐怖っていうのはついてくると。だから挑戦と不安とか恐怖っていうのはセットということですね。ですから挑戦には不安が必要というか、不安であってしかりみたいなことですね。多分皆さんも人生を思い返してみると、本気な時とか本気に向き合ってきたことほど失敗の恐怖がつきまとっていたんじゃないかなと思います。やっぱりメジャーリーグで活躍していたイチロー選手なんかも、やっぱ大事な場面ではいつも緊張していましたと、なんかそういうことをインタビューで語っていましたもんね。なんかそうやって考えてみると、なんか失敗への恐怖というのはまともな感覚なんだろうなというふうに思います。
あとプラスアルファでお伝えしたいこととしては、最終的に失敗してもいいということなんですよね。なんでかというと、失敗は成長に最も影響するからなんですね。なんでかというと、失敗した時ってもうこんな思い二度としたくないっていう風に、だからそういう気持ちが生まれますよね。つまりこう強い成長意欲みたいなものが失敗の後って芽生えますよね。逆にうまくいった時、成功した時って、なんかわざわざなんでこれがうまくいったのかなという、まあ、強く考えようなんて気持ちって生まれにくいですよね。むしろそのうまくいったその勝利の美酒を味わうことが先行しちゃうんじゃないかなと思うんですよね、まあ、少なくとも私はそういうタイプですね。つまりうまくいった時は、まあ、強い成長意欲みたいなものは生まれにくいんじゃないかなと思っています。だからこそ挑戦した結果、うまくいこうがうまくいくまいがそんな重要なことではないと、むしろ長期的に見ると早めに失敗しちゃった方が自分自身のこう成長につながるという意味で、まあ、失敗した方がいいかなというふうに思います。もちろんうまくいくかうまくいかないかはこう自分でコントロールできるところではないとは思いますけどね。私の体験談も少し語りたいんですが、コーチングの話で言うと、コーチングを始めて3年目ぐらいですかね。あるクライアントさんとのセッションの出来事なんですが、そのクライアントさんは長年抱えていた悩みを打ち明けてくださったんですね。で、その瞬間私が何を思ったかというと、この人の人生を大きく左右しちゃうかもしれないぞと。で、変に関わって変な感じになっちゃったらどうしようという、まあ、強い恐怖みたいなものが湧き上がったんですよね。で、その方もやや依存的というか、なんかこう本当にこう解決策を求めてコーチングを利用しているような印象だったんですよね。ですから、なんかその期待に応えなきゃなとか、なんかそういう気持ちが大きくなって、なんか空回りしちゃったんですよね。いろんなことをやって、やればやるほどなんかお互い暗い雰囲気になっていくみたい な、 なんかそんな感じになりました。で、その方継続のクライアントさんだったんですけど、なんかずっと噛み合わない状態が続いているような感じでしたね。なんかイメージで言うと、ハムスターのカゴ、わかります？なんか飼育カゴっていうのかな、わかります？あの中になんか車輪みたいなやつ入ってますよね。なんかガラ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 って回るやつ、なんかあれで私がこうずっとガラガラ回っていると。で、そのクライアントさんは下で餌を待っているみたいな、なんかずっと動かずに待っているみたいな。でも、いくらそれをカラカラ回ったとしても餌は生まれないので、一回そこから降りて何かしなきゃいけないんですけど、自分が頑張ってクライアントさんがこう受け身みたいな、そういう状態が続いていたなというふうに感じます。で、最終的にはそのクライアントさんと話し合って、一旦コーチングをやめましょうということで終わることになりました。で、その一通り終わった後に思ったことは、もうこういう思いは二度としたくないし、させたくないなという、なんかそういう強い思いが芽生えたんですよね。で、そこからこう自分の専門性を磨いていって、かつ自分のそのバリューが発揮しやすい人って、まあ、どういうクライアントさんなんだろうなとか、で、あとはこうどういう説明をすると、より自分のバリューを発揮しやすくなるんだろうなということも、いろいろ言語化したりしましたね。説明というのはコーチングの説明ですね。そこに関してもこう自分のとかもクライアントさんにとって最大のパフォーマンスが発揮できるような、そういう説明をするようになりました。ですから、まさにこう自分の失敗から学んだことかなと思います。で、そのおかげで、でも本当に本当に成長させてもらいましたね。で、クライアントさんとの関係はなんかこうすごく悪いというわけでもなくて、まあ、良好な関係自体は維持していたので、まあ、今回のような内容を教訓として発信していいかという、まあ、そういう話もさせていただいていたりしましたね。でも、こういうことってうまくいってる時ってそんな考えないんですよね。まあ、なんでうまくいったかっていう、もちろんコーチなので毎回毎回コーチング終わった後に振り返りはするんですけど、やっぱりそのうまくいかなかった時の方が時間もかけますし、熱量はかなり高いなというふうに思います。まあ、私の体験談をこう主に語りましたが、こうやってなんか失敗を恐れつつも、その失敗をとかうまくいかなかった経験をなんか学びの機会として変換させることができると、
成長の加速につながるかなと思います。まあ、変換させるって言ったんですけど、まあ、基本的には自動的に変換されるかなと思います。手痛い失敗であればあるほど、こんな思いは二度としたくないと思うと思うので。と言いつつ、より効果的にその失敗とかうまくいかなかった経験を、成長に、効率的に成長につなげるためには、やっぱ自問自答が大事かと思うので、いくつか補助線として問いを共有させていただきます。うまくいかなかった経験に対して、その経験から何を学んだか、同じような状況に直面したとき、次はどういうふうに振る舞うか、どのような工夫をするか、あとはその失敗や挫折を経験したからこそ得られたことって何だろうとか、まあ、このような問いですね。このような自問自答をすることで成長につながるかなと思います。ですからトピックの2つ目の失敗との向き合い方に関しては、失敗に対する恐怖とか不安がなかったとしたら、それは挑戦していないということですね。そして本当に失敗しちゃったとしても、それはそれで成長につながるという、まあ、そんな話をしてきました。で最後のトピックですね。挑戦の後に必ず必要なことについて。皆さんは挑戦の後に自分や周りの人のことを称えていたりしますか？あ、よくやったなとか、素晴らしい挑戦だったとか、その努力本当にすごいねと、なんかそんな言葉をこう自分自身とか周りにかけているかということです。なんでそんな話をしているかというと、その称賛の力って、こう我々が想像する以上に大きいんですよね。まあ想像する以上にというか、まあ体験している方がほとんどかと思うので、そりゃそうだよねって話かもしれないんですけど、自分自身を称えることは次への挑戦の原動力になりますし、周りを称えることはその人の成長とか挑戦を後押しするだけではなくて、さらにその周りにいる人たちへの前向きな影響にもつながるんですよね。逆に挑戦したのに周りから何も言われなかったりとか、自分自身でも称えてあげないとしたら、次も頑張ろうっていう気持ちってなかなか生まれにくいですよね。あとは挑戦してうまくいかなかった人がいたとして、でその人に対して何も声をかけないとすれば、なんかずっと落ち込んじゃってる可能性もありますよね。でそういう姿を見たとしたら、周りもなんか挑戦しようという気持ちになりにくそうですよね。だからこそ、なんかそのね、うまくいかなかったかもしれないけれど、よく挑戦しましたねと、でその勇気が本当に素晴らしいですと、だからそういうコメントをこう伝えていたとしたら、ちょっとこう気持ちって変わるでしょうし、なんか周りの雰囲気も少し変わると思うんですよね。そうやって考えると、その挑戦と称賛というのはセットになってくるかなと思っています。実際そのコーチングのクライアントさんたちを見ていてもそうなんですけど、やっぱクライアントさんたちってコーチングを介していろんな挑戦をするんですよね。でそれってやっぱめちゃくちゃ勇気がいることなんですよね。でまあそもそもコーチングを受けること自体もかなり勇気がいることだと思うんですよね。今コーチングのクライアント側の話をしたんですが、コーチ側としても結構勇気がいるシーンって、まあ挑戦的なシーンってたくさんあるんですけど、コーチとしてクライアントさんをの挑戦を促すこと、これも結構勇気がいるし挑戦だったりするんですよね。例えば何かに挑戦して仮にうまくいかなかったと、そうすると落ち込んでなんか目指していた夢を諦めちゃうみたいな可能性もゼロではないですよね。そうやって考えると、こう非常にリスキーなことではあると。だからこそその挑戦を促すこと、そしてその覚悟をコーチ自身が持っていること、まあ、それそのものにコーチングの価値がこう生まれてくるということなんです。ですからコーチングの対話の中には挑戦が溢れているんですよね。なのでそういうのをこうコーチ自身は分かっているからこそ、クライアントが、クライアントというか私的にはバディなのでバディにするんですけど、バディが挑戦を決意した時、そして一歩踏み出した時、そしてバディが挑戦の旅路から帰ってきた時、これがいかにハードなことかをこう分かっているつもりなので、本気で称えたくなるんですよね。うわ、ナイスチャレンジでしたねと、よくチャレンジしましたね、やりましたねと、なんか本当にこう怖かったろうにといろいろ考えを巡らして、やっぱり挑戦するのやめようかなとか、なんかそういうことをこう迷う瞬間もあっただろうなと、なんかそういうのも踏まえつつ、いや本当にお疲れ様でしたというふうにこう称えたくなるんですよね。
これはなんかスキルとしてやってるというよりは、内側から出てくるものですね。で、そうやって本気の称賛の言葉をかけていると、結果に関わらず、そのバディたちは新しい挑戦をしようとしてくれるんですよね。してくれるっていうのもちょっとおかしな話ですけど、なんかしようとするんですよね。で、これって、コーチのことをよく言うつもりはないんですけど、なんか見守ってくれている人がいるとか、どんな結果であったとしても称えてくれる人がいるという、まあ、そういう存在がいることは数パーセントは関係しているんじゃないかなと思います。で、少なくとも私がコーチをつけて挑戦するときには結構その枠組みというか、まあ、コーチの存在というのはかなり大きく感じています。やっぱりシンプルに見ててほしいですもんね。なんかやったよって言ったら、あ、やったんだねって言ってもらえる。だからそういう人がいるとなんか頑張ろうって気持ち生まれやすいですからね。ですからねというか、まあ少なくとも私はそうですね。で、今ちょっと私の話をしたので、具体的な話をすると、まあ2024年においても結構いろんなことをやったんですよね。例えば年始早々ネパールの旅に行きましたし、マラソンしたり、富士山に登ったり、SNS の発信拡大をしたりとか、まあ、いろんなことをやったと。で、その度に周りから、お疲れ様でした、刺激をもらいましたとか、私も話を聞いて、海外一人旅に行ってみましたとか、近くの山に登ってみました、初めての登山だったけど楽しかったですみたいな、だからそういうコメントをちょくちょくいただいたんですよね。まあほとんどなんか山とか海外の話ばっかりなんですけど、まあいろんななんか感想をいただいたりしました。なんかそういう感想をもらうと、何みたいな感じでちょっと腕まくりしたくなりますよね。なんかもうちょっとなんか挑戦してみようかなみたいな、新しいこと始めちゃおうかなみたいな、なんかそういう気持ちがなんか私の場合は生まれるんですよね。だからなんかこうまた新しい挑戦をしようという気持ちが芽生えてくると。ちなみに直近の挑戦で言うと、明日ですね、この収録日の翌日ですね、子供と一緒にカブトムシを取りに行きます。で、これ何がチャレンジかというと、もちろん初めて取りに行くというのもありますし、もう9月に入ったらほとんど取れないらしいんですよね。まあ、そういう意味では長期戦になるかなとか、メンタル結構削られるだろうなという、まあ、そういうところも踏まえて結構チャレンジかなと思います。あと一番大事なこととして、そのうちの娘が本当にこうカブトムシを取りたいという熱量がすごいんですよね。で、じゃあ一緒に取りに行こうかということで行くことになったんですけど、取れる取れないはどっちでもいいとして、とりあえずこう一緒に探した後には、今日はいろんなところ探したねと、なんか諦めずにずっと探し続けたよねと、お疲れ様みたいな、なんかそんな言葉をかけてあげたらいいなーなんていうのは思っています。それはなんか娘に対してもそうだし、こう自分自身に対してもかけてあげたいなと思っています。で、この称賛の効果というのはある調査でも裏付けられているんですよね。まあ、簡単に言うと、言語的な称賛は金銭的報酬よりも強力な動機づけになるという、まあ、そういう調査結果があったりします。これちょっとなんか引用元を忘れて、どこにあるかちょっと忘れちゃったんですけど、自宅のどっかにある本のどっかのページに書かれている調査なんですけど、まあ誰か思い当たる方がいたら共有いただきたいんですけど、なんとか理論とかそういうものだった気がします。配信日までに奇跡的に思い出せたら、なんかどこかに載せておこうと思います。で、載っていなかったら、まあ、完全に見つからなかったというパターンでスルーしていただければと思います。で、具体的な称賛方法については、いくつか方法がありまして、一番やりやすいのが、社会心理学者のバーバラ・フレドリクソンという方がいるんですけど、この方の方法が一番やりやすいかなと思います。で、この人の研究としては、人の潜在能力を引き出して新たな可能性を開く強力なツールとして称賛というものを挙げていると。で、その方法がどんなかというと、方法というか称賛のポイントですね、ポイントがどんなかというと3つありまして、1つ目が具体的に称えるというもの、よくやったねという、そういう称賛も素晴らしいんですけど、この部分が非常に深くて新しい視点を提供してもらえて素晴らしかったよみたいな、だからそんな形で具体的に何がどう良かったかというのを伝えることが大事だということがポイントの一つ目です。二つ目がプロセスを称えるというもの。
これは結果だけではなくて、そこに至るまでの努力とか工夫、プロセスの部分を称えましょうと。だからこういう結果が得られましたね、良かったですね、ではなくて、それだけではなくて、難しい課題に粘り強く取り組んだその姿勢が素敵ですね、といった、まあ、そういうプロセスにフォーカスした賞賛を与える方がこう動機づけになりやすいということが明らかになっています。でポイントの3つ目なんですが、これが多分一番効果的というか一番大事な内容になってくるかなと思いますし、私の経験則で言うと圧倒的に大事な要素かなと思います。大事な要素というのは動機づけにつながるという意味で一番大事かなと思っています。その3つ目が何かっていうと、タイミングを逃さずに称えるということです。賞賛というのはできるだけタイムリーに行うことが効果的だと。で、素晴らしい行動とか挑戦とかを見たらすぐに称えることで、その行動が強化されやすくなったりとか、動機づけにつながりやすいということがポイントとして挙げられています。本当コーチングをする中でとか、まあ、子育てもそうだし、こう周りの人とのコミュニケーションの中でもいつも思うんですけど、やっぱ速さってめちゃくちゃ大事なんですよね。ですから人が何かにチャレンジしたなということがこう分かったら、それが読み取れる内容だったとしたら、それがチャットであれば即レスするように意識していますし、コミュニケーションであってもすぐにリアクションを取るようにしています。ですからこの重要度で言うと、とか順序で言うと、一番大事なのがタイミングを逃さないことで、続いてプロセスを称えることで、三つ目が具体的に称えること。この順番通りの重要度になっているかなと思います。まあ、例えばタイミングさえ良ければ、その具体性なんてあんまり関係ないんですよね。例えば何かにチャレンジしましたっていうのをリアルタイムで見てます。その時におっしゃよくやりましたね、挑戦しましたねっていう、そういうなんか激しいというか、その勢いままに語る言葉って、わ賞賛されてるわ、一緒に喜びを分かち合ってるわ、次ももっと挑戦しようって気持ち生まれそうですよね。逆になんか3日4日後ぐらいにおっしゃよくやりましたねって言われても、なんかちょっと違うじゃないですか。なんか冷めるなこの人ってなっちゃうと思うんですよね。だからそういう意味で言うと、やっぱタイミングよく称賛すること、これはとっても大事な要素かなと思います。やっぱ人の気持ちって鮮度品なんでね、そのタイミングで一緒に分かち合えるというのは大事なことかなと思います。特にこのコーチングにおいては、やっぱ伴走するということを言っているので、その伴走というだけあって、やっぱ隣にいてほしいわけですよね。でその3日後ぐらいに称賛されても、なんかその伴走されてる感ってあんまりないと思うので、まあ、そういう意味ではコーチングの枠組みにおいては、その3つ目というか、そのタイミングを逃さないとか、タイムリーに称賛するということは大事かなと思います。で今なんか対他者に対する称賛について話したんですけど、自分自身に対する称賛も大事ですね。まあ、多くの人って人を称えることはあっても自分のことを称えるのって忘れがちだったりするんですよね。なので積極的にこう自分自身を称賛することっていうのは取り組んでいくといいかなと思います。でそれをこう称えることによって、次も挑戦してみようとか何かやってみようみたいな気持ちが生まれやすくなりますからね。具体的な方法としては、こう日記に書くとか、なんか一日の終わりにその挑戦したことを振り返って、こう自分自身を称える言葉をかけてあげると、よくやったなぁとか、うわぁ今日も挑戦したなぁと、なんかそういう言葉をかけてあげるだけでも、明日もなんかやろっかなぁみたいな気持ちが芽生えるので、やりやすい方法で称えてあげるといいかなと思います。でそうやってこう自分とか周りを称えることによって、見える景色とか感情というのは間違いなく変わるんですよね。少なくともなんかやってみたいなーという、なんか高揚感とか、そのワクワク感みたいなものはほんのり生まれるはずなんですよね。なのでぜひぜひトライしていただけると嬉しいなと思います。で今回話した成長の特効薬みたいな話について、もう一度まとめていきたいんですけど、挑戦することの価値については、新しいことに対する挑戦が私たちを成長させると。で失敗への向き合い方というのは、失敗の恐れというのは自然なものだと。でそれは挑戦している証ですよという話をしました。でむしろ失敗した方が取れ高は多いみたいな話もしましたね。で挑戦の後に必ず必要なこととしては、称賛ですね。
この称賛が強力な動機づけになると。で、その称賛のタイミングに関しては、タイミングよく鮮度のあるうちに称えることが大切という話をしました。で、そんな話をしてきたんですが、今回のエピソードを通じて、あ、こんなことに挑戦したいかもな、こんなことやってみたいかもなっていう、まあ、そういう気持ちが芽生えていたら嬉しいなと思いますし、まあ、そういったものをこう YouTube ならコメント欄で、Spotify だったら、まあ、同じかコメント欄とかでシェアいただけたら嬉しいなと思います。そのコメントに対して惜しみない称賛の言葉をお送りしようかなと思います。私は本当挑戦することっていうのをやっぱ大事にしているので、なんか挑戦が溢れて、そしてその挑戦を称え合うことも、なんかこう当たり前の社会になったら嬉しいなと思っています。それがまさにコーチングのコミュニケーションインフラ化につながっていくかなというふうに思っています。ですからなんかそういうところにこう賛同いただける方は、お互いにそういう社会を作るために挑戦し、称え合うということを始めていっていただけたら嬉しいなと思います。ということで、今回の内容が面白かった、学びになったという方はコメント、メッセージ、フォローの方をお願いします。もちろんコメントとかメッセージを送るって、なんか私が逆の立場だったら結構勇気がいることだろうなと思うので、まあ、そこら辺も挑戦の一つとカウントして、取り組んでっていうのはちょっとおかしいか。まあ、なんかそんな感じで、送っていただけたら嬉しいなと思います。ということで、今朝とか日中に聞いてくださっている方は、良い一日をお過ごしください。今夜寝る前に聞いてくださっている方は、素敵な夜をお過ごしください。今回も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。ではまた。